何の用だビクセン。あんたの持ち場は地面の下だろう。手助けに来てやったのだ。お前たちは空を高く買っているようだが、果たしてそれほどの存在かな。本当に価値があるのか見極めるには実験が必要だ。あんたらしいわね。要するに実験しないと気が済まないってわけでしょ。本能だよ、科学者としてのな。別に構わねえけどよ、あんた空を試すついでに自分のしもべも試す気だろう。しもべ？研究成果と言ってもらおう。おもちゃの間違いでしょ。理解できるものがほざくな。まあいい、せっかく来ていただいたんだ、あんたにも楽しんでもらおう。先輩へのプレゼントだ。そいつを使えばもっと楽しい見せ物になる。空と陸の故郷の記憶だ。そんなもの何の役に立つんだ。ナミネの力であんたに陸の記憶を植え付けるのよ。ついでに自分が偽物だってことも忘れてもらうわ。要するにあんたの心を作り変えて本物の陸と同じにするってわけ。心を作り変えるだと。陸は闇を怖がる弱虫だぞ。そんな奴の心なんていらない。いいわね、ビクセン。こいつは空を試す道具なんでしょ。やむを得んな。なんだと、俺を裏切るのか。役に立ってもらうと言ったはずだ。な、大丈夫よ、多分そんなに痛くないからさ。ふざけるな。たかが偽物が私に勝てるわけないでしょうが。でも安心していいわ。私にぶちのめされた記憶だってナミネが消してくれるんだから。おまけにあんたの心にはとっても素敵な思い出ができちゃうわ。嘘の思い出だけどね。やめろ、やめろ。
Ha! Ha!
Thank you.
Thank you.
どうしたの、ナミネ。やけに暗い顔しちゃって。空の記憶をいじったのを悔やんでるってわけ？それとも。やめろ、ラクシーヌ。ナミネはもう、空のことなんて思い出したくないんだ。ああ、そう。安心してくれ。ナミネの苦しみは、全部俺が消してやる。昔お前がくれたこのお守りに誓って。じゃあな。大したもんね。あいつの心を完全に作り変えちゃったじゃない。あのお守りはいい手だわ。カードを嘘の記憶でくるんで思い出の品に変形させるなんてさ。空にも同じ手を使ったのよね。カイリのお守りを魔力で変化させたんでしょ。そのうち空もカイリのことなんてケロッと忘れて、あんたの思いのままに。忘れないわ。うん。どんなに記憶を変えたって空は帰りを忘れない。私の記憶、嘘の思い出を描いても、空の心の奥では帰りへの思いが強くなるだけ。だって私は帰りの影だから。だったら何よ。それならせいぜい上手にやればいいでしょうが。空の心を完全に作り変えたら、あんたはカイリの影じゃなくて本物の存在になれるのよ。空の心の中でね。